画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録をお願いします。現在地こちらに見えます通り東武鉄道と渡良瀬渓谷鉄道の停車駅相生駅にいます。場所としては群馬県の桐生市にあたる通りです。これから僕は渡良瀬渓谷鉄道に乗りまして関東のヤバ系と呼ばれている高津道橋という景勝地に向かいます。ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきます。今から渡良瀬渓谷鉄道のこの1日フリーピップを買います。今から買います。お金を入れてください。この2000円を投入します。いらっしゃいませ。これで取り組みます。ありがとうございました。お釣りをお取りください。ということでこちらが渡良瀬渓谷鉄道の1日乗車券です。全区間乗り降り自由、乗り放題です。このフリー切符を使って存分に楽しみたいと思います。これが渡良瀬渓谷鉄道の路線です。渡良瀬渓谷鉄道の路線図はこんな感じになっているんですね。相生駅から次の大間々駅までは2駅。そこから高津道橋まではわずか5、6分だということです。相生駅を基準にした下り方面と上り方面の時刻表はこのような感じになっています。今日はこのトロッコ列車に乗ります。トロッコは C 号とトロッコ渡良瀬渓谷号と2つあるんですが、今回僕が乗車するのはこちらの和C 号で、和C 号なんですが、トロッコ整理券必要になって大人520円。こちらですね、実はコンビニでも購入ができて、ローソンとミニストップで購入することができます。コンビニでの購入の場合は手数料が110円かかります。一体どんな旅ができるのか本当に楽しみですね。
というわけでこちら渡良瀬渓谷鉄道の大間々駅に到着しました。そこに観光案内所があるので、そこで高津戸橋へのルートなども一緒に聞いていきたいと思います。1時間でまた戻ってきたいので、では行ってきます。現在地がここですね、大間々駅。ここを上に行くと羽竹橋という観光名所があるので、ここを目指したいなと思います。そして高津戸橋の遊歩道を渡り、高津戸橋を渡ってまた大間々駅へ戻ってくる、その様子を皆さんにお見せしたいと思います。観光案内所に行ってきまして、こちらの高津戸橋周辺マップというのをいただきました。残り 250m のところまで来ました。向こう側に三角形の形をした橋のようなものが見えると思うんですが、あれが羽竹橋です。これは天狗の大下駄というんだそうです。隣には不動明王様がいます。これ以上やると罰当たりそうなので、ここでやめときます。ここが高津戸橋を代表する地の一つ、羽竹橋です。今もうたくさんの方がいらっしゃってます。なので僕も早速この羽竹橋の中央から見える高津戸橋の景色を眺めてみたいなと思います。行ってきます。羽竹橋、足を踏み入れてみます。いやー、いいお天気。川のせせらぎが本当にかなり下の方にあるんですけれども、ダイレクトに見えますね。ご覧ください、上の方はこんな感じになってます。そして昼間でも電気がついているのがいいですね。そして下の方に渡良瀬川流れてます。反対側もご覧に入れます。あ、向こう側を見るとあの赤い橋、高津戸橋かかってまして、とても雰囲気がいいですね。こんな景勝地があるんですね。今度は高津戸遊歩道を通って高津戸橋まで進んでみたいと思います。この高津戸遊歩道は非常に歩きやすく、初めての人でも20分で歩き切ってしまえるという遊歩道なんだそうです。ちょっとね、段差が低いんですけど、でも楽しいですよ。
からが本格的な高津戸遊歩道らしいので、ここを進んで高津戸橋目指していきます。いやー、長い階段だ。この先にあるのがホットホールというんだそうです。ホットホールについての説明はこちらですね。ちょっとだけ降りてみましょうか。いや、これ厳しいぞ。トレッキング用のシューズとか履いてないとこれは無理そう。やっぱりこの姿ではダメですね。トレッキングに適した格好でなくては。よかったらこのホットホール直接見に来てください。僕は諦めます。ごめんなさい。それでは一緒に高津戸橋の景色を楽しんでいきましょう。ここから急な階段になっているみたいで、裾を踏まないようにいつも通り気をつけなくては。こんなゆったりした場所で毎日散歩してたら楽しいだろうな。ここもちょっとした休憩所になってます。もちろんここから渡良瀬川を眺めることも可能です。落石注意、石落ちてこないでほしいな。シェルトニーは何でしょうか。これはまあ見られればの話ですけどね。本当に階段が急すぎる。はい、よいしょ。
丈夫。まあ、大変。でも見えてきた。見えてきましたよ。もうゴールは近い。あれが高津戸橋です。これがゴリラ岩なんだそうです。石灰器の化石、コノドントという化石、小さな化石がここで見つかったんだそうです。僕にはちょっとゴリラの頭には見えないんですけどね、残念ながら。すいません。頭の上、身長高い人だともっと危ないかもしれません。こんな至近距離に木の幹があります。そしてここから見える渡良瀬がこんな感じです。またこれはでもこれ頑張らないといけない。頑張りましょう。というわけで高津戸遊歩道を探索して次に高津戸橋まで来ました。さて今回の動画どうでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でトロッコは C号に乗ります。